どうもサボリです。マックス・スペクト。え？意外にね、箱はかなりしっかりしてます。開け方が綺麗に開けたい。あ、こうだ。パカッ。パカッ。どう？本が今までのレベルを超えてます。この時点で素晴らしい。おお。すごい。わかる？わかる？なんか手袋履く？手袋履く？いやいや、どうせ汚れる。薄っぺらいですね。薄っぺらい。こんな箱いらないだろ。あ、電源部分、かなり立派な電源部分が。よし、ちょっと一つ一つ出して、ちょっとこれ落としたらもう大変ですから。最近ね、大事なものを落としてあれしちゃったんで。何か付属品。ああ、水槽にあれかな、やるやつですね。マックスなんとか、マックス、マックススペクト。コードの長さ、コードの長さとコード、そして本体。ああ、しっかりしてるな。ああ。よし。うん。ざっとね、これだけ入ってました。コードの長さ、約1メーターちょい。うん。これがね、結構長いですね。これ長いの嬉しいですね。これかなり長い。2メーター以上は確実にあります。2メーター以上は確実にある。うん。本体から、ちょっと重い、慎重に扱わなきゃ。こっちはコンセント、アースがついてるね。ただうちのコンセントはアースはないな。うん、ここにセットするんだね。これ後でセットしよう。これはね、これちょっとあれですね、これ分かるかな、透明、向こう側が透けて見えます。向こう側が透けて見える、ここら辺。これあれですね、これは多分 LED って言ってもね、熱が相当出るんですよ。それを冷やす、ヒートシンクっていうのかな、冷やすシステム。うん。もう一度紹介します。レーザー、んマックススペクト LED ライティングシステムレーザーナノ R420R 60W 8000K ですね。これね、波長がありますね。波長 A8000 って書いてるのかな。 A8000 ん？違うの。 M16000 うん、こんな感じ。波長はこんな感じです。これと同じやつでね、1500K ってあるんですよ。そっちは海水用、この8000K は水草用です。うん。このね、説明書がね、すごい立派だ。中国語、日本語、そして日本語。うん。吊り下げタイプにもできる。あ、これでかいやつですね。これでかいやつ、これ高い。8万も9万も、9万も10万円もするやつかな。結構ね、難しいな。難しい。あ、これね、ちょっとここわかるかな。時間とともに明るさを変えられる？こういう設定ができる？これはね、素晴らしい。いくら？いくらこれ？ 37,000円。安い。安い。今までは60センチ水槽とかだったらテクニカだったんですよ。テクニカ、テクニカがいくら？うん。そしてこれが37,000円。ほとんどね、差はないと思いますね。ならこっちでしょ。ならこっち、もうテクニカ買うんだったらこっち買った方がいいんじゃないの。これ
3万7000円だから、さすがに3万7000円は高いですけど、こんなのね毎年買うもんじゃないですから、これね持ってるだけでなんか嬉しい。うん、いやいいな。あ、ここにダイヤル、ダイヤルとこうか、失礼しました、こうか、ダイヤル、液晶、なんか教えてくれるんですね。はい、それではねちょっとセッティングだけしますね。説明書とりあえずセッティングして、いやどうしようかな、とりあえずここまで来たらセッティングしなきゃダメですよね。まだね水槽がバックスクリーン貼ってないんでね、仮設置します。仮設置したいと思います。最初にここで仮セッティング、この図を見ながらやっていきますか。どっちだこれ、どっち側に入れるのこれ、微妙にねこれ違うんですよ。これこれ穴開いてますよね、こっち側が穴い1個しか穴開いてない。どっち使うの、こっちかな、少し出ますね、少し出る。そしてこれか、違う、わかった、ここにねあれだな、こっち、こっちがね長さ調整できるんだ、おそらくこうだろう、長さ調整できるんだ、うん、長さ調整できるんだね、こうで、この穴で。本当か、中国語、中国語ですからこれ。こう入れる、こう入れる、よし、そして付属品ですね、付属品、ん、あ、これあれか、ん、あ、これはここガラス面に挟める、ガラス面に挟める溝ですね。かなり厚いガラスまで対応されてます。うん、ただこれがね、これパーツはなるべくなのにくっつけてほしかった。今回はね3段階あります、3段階、中間でやってみるか、中間で、中間層で、中間層でやってみます。かなりネジが長い、一応ねかなりね遊びがあるんですよ、ここ遊びがあるけど、しっかり止まってんのか、うん、しっかり止まってんの、うん、こんな感じですね。一応中間層で、1段階2段階3段階、一度中間、あれパーツ1個余るの、パーツね、これ1個予備だな、違うのかな、おそらく1個予備、嬉しいです、結構なくすんで、あ、これもね、わかった、わかりましたね、これもね、スライド調整ができるんだ、ああ、スライド調整ができるようになってますね、奥にやるのもいい、違うか、奥にやるのもいい、ちょっとやっぱり硬いけどね、これぐらいしっかりした方がいい、よし、これもね中間層にしよう、ここ中間くらいにするか、30センチだから大体30だから、セッティングします、45センチ水槽に、まだバックスクリーン貼ってないんですけど、このライトを使ってます、ここに設置します。ちょっとお前は溶けて、わかる、ここにはめる、これうん、若干斜めってるな、
若干ね、これ斜めってるんですよ。ちょっとわかるかな。若干斜めってますね。これ修正します。よし、こんな感じです。うん、いいんじゃないこれ。オープンスペース若干ね、高いね、高い。光届くのかな、これで。光届くのが気になりますね。かなり高い。下まで届くのかな、光が。不安な距離ですね。まだ短くできますから、まだ短くできるんで。よし、で、ちょっと電源部分つなげますね。回す。よし、いけるか。スイッチ、スイッチオン。あ、まだ一回、ここか、ここか。カチャン。あれ、ん、電源どこ、電源どこ。あれ、これ押すのかな。あ、ん、つかん、つきませんね。どういうこと、なんで。あ、ここに、ここに、ここにスイッチがあった。びっくりさせんじゃないよ。カチャ、うん、光った光った、びっくりした。で、光ってんのこれ。光ってないよこれ。ん、分かりづらいね、英語だから分からない。なんか光りました。とりあえず回してみる。あ、ここでボタン押すのかな。スイッチオン。ん？光る。あ、これで。わ、わかった。ここにね、ちょっとわかるかな。ちょっと今日のカメラおかしいんですけど。ここでね、回せばね、こう回せば、トン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 。ん？トン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 、どんどん明るくなるんですよこれ。今 20% にする？ 20% にする。 20% は薄暗い感じがする。で、これをもっと上げてみると 30%。 かなり、なんか画像ちらつかない？大丈夫？ 50%、 70%。70でかなり明るいな。70で結構明るい。結構明るいけど多分水草は厳しいかな。80、90、あ、100、100通り越したらゼロになる。100。うん、これここスイッチでいいのかな。違うな。ちょっとね、まだね、説明書読んで時間セッティングしてからまたね、もう一度ちゃんとやる。一応今日は仮セッティングと軽い紹介でした。明るさは比べてないからちょっと分かんないんですけど、うん、60W、 60W です。またね、またやります。またこれちゃんとしたね、紹介しますんで。次やるときはあれかな、時間セッティングとかなんかできるらしいんで、そこら辺紹介したいと思います。うん、しっかり操作方法覚えたいと思います。お、なんだこれ、モードが変わった。なんか色が変わった。なんだこれ、色がなんか変わりました。なんだこれ、すごい。操作方法覚えなきゃいかん。なんか期待できますね、期待できます。以上、マックスでした。ありがとうございました。水の音うるさかった。すいませんでした。